東京下北沢からお送りするポッドキャストプログラム UKP ラジオ UK プロジェクト代表遠藤光一ですポリシックスフミです所属アーティストやゆかりのある方をお迎えしたり音楽の話をしたり UK プロジェクトにまつわるあれこれをトークしていくポッドキャストです皆さんからの感想などもお待ちしています ハッシュタグ UKP ラジオをつけてツイートお願いしますエクサンドロスマー君会たくさん感想をいただいてありがとうございますいただいてますねありがとうございます、はい、その中から1つツイート紹介させてくださいミナミさん興味持ったことにすぐ挑戦するってところが尊敬するし真似したいウーハイ先生本の裏話も聞けてより発売が楽しみになった、はい、そしてマンシャとルアンの性別が っていうことでね。これあれですよ、ね。人多かったですね。はい、ハッシュタグで当たるも見ましたら、はい、いっぱいあの指摘してくださってる方がいたんですけれども、はい、あのマー君が飼ってる猫の。マーシャとルアンの性別が逆になってるっていうね、ことで。ね、飼い主もありますよね。そういうこともねあ、あります。ますえー、正しくはルアンが女の子、マーシャが男の子でした。は,い、はい、訂正させていただきます。 <laughs> 必要ありましたね。あり、ね、<laughs> 多分これ大事大事。必要ありましたね。ありますよ。はい。はい、<laughs> さて今回は音楽の仕事の話。えー、ローディの木村伊タルさん、えー。僕たちはキュウタロウって言うんですけど、うん、キュウタロウさんが来てくれました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。キュウタロウです。よろしくお願いします。すよろしくお願いします。はい、<laughs> U K P ラジオ。 q 太郎さんの職業はローディーですね。これはローディーローディーローディーと言われてますね。ローディーではないですね。ああ、ローディーです。はい、ポリシックスフラワーカンパニーズザボーディーズ、内海、良子と横ロコバンドなどなどえ様々なアーティストを担当されているんですが、さてローディローディって何っていうところからですかね？ 結構広いんですよね提示がねローリーっていう。主に主に主に分かりやすく言うと本番日機材運んでセッティングしてえトラブルないか確認をしつつリハをやってで本番に臨むっていう仕事ですね。あと音作りを ちょっといっしメンバーと一緒にやってみたり、う,ん、うん、あと日々の悩みを聞くとかそういうのもありますね。<laughs> あるね。限り、はい、に渡りますよね。<laughs> そうなんですよ、ね。本番中のねサポートをしてくれたりとかいっぱいね,ね。あまあ主に楽器だよね。そうですね。楽器周りばっかりですもんね。うんうん、ああとあのほらあのはんんハンドマイクで はい、マイクのケーブルが絡まった時に直しに来るっていう役目もある <laughs> あるよねあれはローディがやるのか <laughs> 音響の方でやるのかいつも悩むんですけどあまあねまあでも手空いてる人がいくって感じなんで多分ローディの方が暇なんじゃないかなっていう気がし, <laughs> <laughs> しますね, <laughs> ねそうだね,そうだねマイクケーブルは多かったですね昔よくでもあれも本当ローディってさどこまでやるかってさそのなんていうかな 果てしないよねそうですね例えばギターアンプとかでさ絶対にギター弾いてる人にさつまみ触らせないっていうところまでやる人いるじゃないですかいや多いですね多いです多いですもう勝手にいじんないでこのまんまやってくださいみたいなこれが一番いい音なんでいるよねあれあれ不思議で音的には PA と相談してそれがいいんでしょうけど それでメンバーがなんかちょっとなーって思うんだったら好き勝手やらした方がいい好き勝手やってもらってそれをケアするのがまあ仕事なんじゃないかなと思うんですけど個人的に結構みんな考え方違っちゃってで僕たち今50なんですけど、うん、世代的に坊やというか付き人の文化がそのまんま。 アーティストの,の手伝うっていうか付き人のば文化のまま来てるんで、うん、あ,のあの馬券買ってきてみたいなやつもう完全にそうですね <laughs> もう楽器関係ないじゃんみたいなおお <laughs> 俺今チョコ食いたいんだよねみたいな <laughs> <laughs> そういうのがまあ昔ねその文化が結構あってそうですね仕事として確立されていなかった頃はごっちゃだったもんねうんそうですねだから 居酒屋とかでなんかウーロンハイって言われたらこの人はすぐ飲むからウーロンハイを3つ頼んで1個出して横に全部置いとくとか <laughs> <laughs> そういういねそれはローディの仕事なのかって言われると多分今の若い子たちは違う違うよねうん,うんうんちなみにさローディになって何年今2 5五6年ですかね多分90 67年からやってるんでポリと同じぐらいだわおねそうかうん結構やってんなと思って今そうだその頃やっぱ先輩から仕事を教わってその先輩のやってることをそのままやったらウーロンハイを多めに頼むとかそういうことが多かったですね本番はとかなるってて言われ でもそこからなんか周り見てたらそれだけじゃダメなんだなっていうところがやっぱあって音楽と向き合っていくことになったりするようになったのかなって感じですかね。<laughs> <laughs> <laughs> ね、最近はもうテックさんって言われてもアンプしか触らなかったりドラムテックギターテックでちゃんと分かれてきてはいますけど、はい、テックってあれテクニシャンテクニシャンですね、うんはい、バックラインテクニシャンっていう言い方ですかね海外だとねそんな感じだもんね、うんで 多分2000年の頭ぐらいにみんなでそっちを目指すっていう動きローディーの中であったんですよ。ちゃんと仕事しようぜっつって、うん、まあ思ってたのはこっちだけで <laughs> アーティスト側からあんまり賛同を得られなくてですねえじゃあタバコ買ってきてくれないのみたいなまあ戻るっていう,う、うん、そういう感じですね。そのままい 僕より、多分40ぐらいのローディーの人は、多分そっちの方で動いてると思うので。うんうん、仕事としては、多分そっちの方が、みんなちゃんとやってるなと思いますね。<laughs> 世代で。ちょっと世代,世代で、結構分かれていくと思います。まあ、それは、レコーディングに行くか、行かないかみたいなことって、でかくない、なんか。ああ、でも、それありますね。ねあ,あの、ドラムだとさ、その、ドラムのチューナ、うん、ドラムのチューニングする人って、呼ばれるじゃん。なんかはい。うんうん、でも。 もうベースとかさギ,ターギターのさ、ええ、セッティングで呼ばれることって少ななないそうですねなんか新人のバンドとかでちょっといい感じで音作ってくんないみたいなだから、まあ、ディレクターなりが、まあ、ミュージシャンもうそうかこういう音出したいんですって言われて、うん、あじゃあ、こういうエフェクター持って。 でそのギターだったらみたいなことはたまにありますけどねそれをねライブスタッフなんでライブで再現できるかどうかっつったらまた別になっちゃうんでうん、うん、そうだよね <僕 S 2> そうイメージそうライブのスタッフってイメージなんだよね多分テックさんとかレコーディングとかよく行ってる人だとになるのかなと思うんですけど、うんうん、レコーディングの順番はまあ僕ね あんまな好きじゃないというかイメージなんだけど機材を運ぶセッティングするあとずっと暇みたいなイメージがあるんだけどゲームでもやるかみたいな漫画読むかとかそれに金払うのだったら読まなくていいんじゃないかみたいなうんうんうんあるよねいやいよいよスタジオにアンプを下ろすのもねんかアーチストがやれればいいですけど やれないいいアーティストもいるじゃすまね確かに <laughs> そうですねだからもうそういう人はもう普段から多分ミュージシャンと一緒にいてこういう音がっていう話ができてる人だと思うんですよねちゃんとでこれだったらこれでいこうぜみたいなアーティストとそのローディのタッグだから2人で1つみたいな感じで。 レコーディングに臨むと思うのでそれをそのままライブにも持っていこうっていう考えだと思うんですねそういう機会があればそうなるかもしれないですよね僕やってる現場そういう機会はあんまなかったのでそれぞれ具合がすごいありそうだよねそうですね、はい、そのアーティストによるみたいなそうですねアーティストと、まあ、事務所に、うん、の絡みもあるでしょうけどうん一人で 全部1人でできるから大丈夫だよっていう人も僕の周りはそっちの方が多いのでいろいろ考えてるからあんまやなくていいかなみたいな向こうもなんか呼ぶの忍びないみたいな自分の考えで持ってっちゃうからうっていうのはあると思う。 のかなあああ。まあ、でもそうですね。まあ、なんかわか、ね、分かれないよね、完全に。んんなんか。パキッとしたもんじゃないよね。これをやりますみたいな。音響、照明とかじゃないんで。んんどこまでその人が受け入れるかで、ずいぶん変わってくると思うんで。はい。ね。うーん。 そんな九太郎さんのトレードマークはもう悲観。はい。<laughs> ファンの間でも人気の、<laughs> 本当に人気のローディーらしいんだら。え、<laughs> でも有名だよ。ね人気なんじゃないですか、ね。人気なんだね <laughs> <laughs>。ちなみに、今更聞きますが、九太郎。これは木村いタルが九太郎なんですけど。はい。<れ>はあ、なんで九太郎になったんだっけ。はい、昔。ライブ、十八ぐらいかな、ライブハウスで。出入りしてた時に。うん あのまあ、その時のミュージシャンがお前、おばきゅうに似てるから九太郎だなっていう軽い一と言から全部始まりまりしたね <laughs> なるほど、はい、すごいわかりやすいそれだけなんだじゃあもう、ロディになる前から九太郎なんだ,あだからそうだそうだ東京に来てから、うん、ライブハウスぶらぶらしてて。うんうん そうですのティラノザウルスってバンドなんですけどそれに言われてそっからずっとですねお長いねえっおばきゅに似てんの似てたんじゃないですかねちょっと分かんないなめくると黒かったですねまだねなるほどそうですね ちなみに遠藤さんと久太郎があったのって最初いつぐらいか覚えてる全く覚えてない。ポリの時はもう面識あったわけでしょ遠藤さん。最初あれよシャウッお。で通訳うつみこでローディーオレで呼ばれてそん時にちゃんと喋ったんじゃないですかね。 なんか考えてみたらシャウドだったっていう聞いてる人は何のことか分かんないそうだねど有形料で出している数少ないアメリカのバンドですね。シャウマイスーレコそうででですすすねねだかかかららら年年ととぐいいいよわに連れて行ったご喜ん焼肉 ジャパニーズバーベキュー。いいですね。すごい気のいい方たちでしたね。気のいい人たち。で、やっぱり、あの、なんか、同じバンドのメンバーなんだけど、牛肉が食べられる人と。チキンしか食えない。そうでしたっけ。ちょっと、ちょっと、言うね、なんか。ね。あ、焼肉って便利だな。なるほど。サラダだけだっていけるし。そう、そう、そう、そう。あ、これ、良かったなと思って。ナイス。そうか。 だからもう15年以上は経ってるんだよねもうそうそうかそうですね,すすね,ね私あったの多分ポリやる前多分下北沢の飲み屋とかなんでしょうなきっとなんか、うん、紐解いたら多分俺5号のアッコとなんか飲み行くぞって言われて、うん、連れてかれたところにふみちゃんいたんだと思う多分そういう5号7188のアッコだったりとか連れてと思うんでもない多分その辺だと思いますね <laughs> 最初はあったのね。 そうそうねポーリーであのローディーとしてお世話になったりもしたりあのあれですねキャンプ仲間でもございます、はい、そうでございますね,ねよく言ってますよね、はい、よく言ってますよね、はい、最近は全然決ってないですけれどもはい初キャンプ私の初キャンプは多分キウタロウと行ってるはずああでもそうですね初うん確かうん。 もう北海道にバイクを置いて、あ、よ、ちょっと、あらんなっちゃった。北海道にバイクを置いてきたらしい。マジ?。うん、そうそう。え、なんか、ツーリング中なんだ。今。そうよね。つ、いこの間、S. N. S. 見たらさ。バイク、ね、上陸みたいな。ボディーズとフラカーの仕事あったんで。うん。飛行機で帰ってきて。うん。あ、本州で会ったからってこと?。うん。本州で仕事が。うん。 で明日また北海道帰って <laughs> ツーリングの続きを始める続きまた北海道でキャンプもキャンプしますねこの間もキャンプしてて、ね、あれどこだったのあれは阿寒湖ってとこですねうん。のじかの写真が送られてきてう、うん、ずっと半径3メートルにずっと鹿がいるんですよへ<ー>昼も夜も。すごいよね、うんい <ん>僕昔、学生の頃アあかんこのユースホステルに泊まったことあるんですけど、<あら> <laughs> マリモご飯が出まして、緑色のこういうご飯の中にマリモが入れて、えにそれ、いいの、なんか、<laughs> いや、別に味ない本当磯,磯臭いというか、なんかそういう、水っぽいの。 なんかあんまり美味しそうって思えないのは何,だろうう何一つ <laughs>、ね、いやでも名物ですから、ね、まあね、あそうでですねでもご飯入れなくてもいいですよね,ね <laughs> でも、あれよね、そうそのバイクの話に戻るけど、きゅうったらライジングとか行くときも、バイクで行ったりとかしてましたよね。はいあまあ、今回も行くんですけど、バイクで,イクでだあツーリングの途中で、ちゃんと車検証取ったんで、ね、ん車両証が入れたんで。<laughs> いいですなすごいなすごいよね。フェリーに乗ってくわけでしょバイクだから。はね。乗りましたね。いいななんか。久太郎でどっかのフェスでさ骨折して骨折したまま車運転しる時に自走してさあれ違うよ骨折じゃなくて肉離れしかもあれポリのライブの本番中ね。 もうジャパン。ああ、そうか、あ、そか、肉離れか。そう、ジャパンのね、ライブ中で、一番大きいとこだったの。で、正面から見たら、もう今肉離れになったっていうのが分かるぐらい鮮明に映ってて。映像がね。そう、私、帰り、一緒に帰ったもんね。そう、そう、なんか、すごい、大丈夫か、お前って言われて。で、その地元に、なんか。松葉杖返したりとか。なんか、そういうのを。手伝って。 運転はなんかね、なんとかできるって言って自走してたけど。そう、だから救急車呼ぶんだったら自分と車で行けんだったら車で行った方が早いって言われて、ちょうど左足だったんで肉離れしたのが。<laughs> ミートバイバイね。ミートバイバイですよ。すげいことするなと思って。あれあれ衝撃的だったんだよね自走で帰れたっていう。うん、あれ <laughs> すごいね。そしてそして。はい。 お酒の場での思い出、はい、結構飲んでましたねありますよね遠藤さんは飲み屋で別で飲んでいたのに、えー、お会計お願いしたら知らない間におごってくれた店主のような人と書い結構そんな大人になりたかったのでもういただいてますってやつでしょかっこいいいや結構言われましたよ遠藤さん出してくれてるんですはい すっと書いてんですよ。かっこいいなっつっていいね大人っぽい大人ですよねねそして酔っ払って上野浩二さんに電話して怒られた時のふみさんの対応って書いてありますけれども酔っ払って調子に乗って九州に我々ツアーで行って その時上のに電話したんだけど出なくてなんだ出ねえなって言って電話切ったらなんだ出ねえだって聞こえてたらしくて留守電に入ってて <laughs> お前それはないだろうって <laughs> 言われて<ー> <laughs> すごい怒ってやばいなってって結構慌てたらふみちゃんがいやこう,こうなんだからこうやってちゃんと謝った方がいいってものすごい案をすごい出してくれてその通り電話してね。 ごめんな俺もなんか怒っちゃってみたいな感じになって <laughs>、うん、優しかった <laughs> 優しかったそっからねなんか仲良く仲いいんだよ仲いいっていうか、うん、距離が縮んだ今日太郎ちょっとお前行くぞ」 居酒屋つって「うん、はいわかりました」って <laughs> ついてくパターンなんか酔って電話してくるやつにさろくなやついないよね、うん、まあ僕でしたね <laughs> で話すじゃん話してさ、うん、あ隣にふみちゃんいるから変わるって、うん、いや変わってどうするわるよか、ね <laughs> <で><俺>電話渡したこととかも忘れてさ予想いっちゃったりすんじゃんこれ飲ってもないのに変わるって変わる<う>今ちゃんいますから <laughs> い,い,い,いるから何、ね、えー、ってなるよね校長も <laughs> あ,、ね、あるよねそう<の>酔っ払って電話はやめましょう、うん、これはもう肝に銘じておきたいですね それやって親,親戚一,一同に俺なんかタレマーシンされて電話は勝、うん、ったりいなって思ったからもうやめようとそま, <laughs> まさにあったんだ。ってっんだやめましょう本当に。ラジオ北海道生まれだっけ？はいそうです、うん。なるほど。あじゃあ実家にバイク置いてある。今実家にバイク。釧路。釧路。 いいです、ね、なんもないですよ、涼しいですか、今17度ぐらいでしたね、めちゃ涼しいね、うん、涼しいね、えー、いいな、夏はいいね、8月入ったら秋だって、うちのお父さんがおっ,おっしゃっておられましたさようでございます。はい、<laughs> いいですねで、えー、っとちょっと話元に戻って、タ、うんえー、太郎さんがローディーになったきっかけは、まあ、さっき、釧、ま、路、あ、で生まれたっていう、はい、生まれてそれからどうなりました <laughs> 生まれて、まあ、高校を卒業しまして、うん、で専門学校に行くわけです、はいうん、東,京んん東京デザイナー学院グラフィックデザイン科に、うん、グラフィックの、はい、それは初めて知ったマ、えー、ジかそうだっけんかその香りが全くしてこないんだけどそううなんだよ、ね、俺もそう思うでまあ借りた家が日野市だったんですよ 東京の地理分かんなくてで学校がお茶の水なわけですよ、はい、まあ通学1時間半とか <laughs> ちょっと多いよね,いよね、まあ、そうなんですようん、うん、で満員電車なわけですよ確かにそうだよねまあ行かなくなりまして <laughs> 北海道から出てきてるから <laughs> そういうのに慣れ, <laughs> れずに行かなくなりまして まあね、はい、広い大地にな。なる何に。市販です、ね。いや、そうなるなと思う。<laughs> はい。はい。<laughs> まあね、満員電車はきついよね。まあ、で、行かなくなりまして。まあ。除斥になるんですよね。はいはいはい。 え、それも一年も経たずって。いや、一年経って入学二年目の入学金を振り込んだところで助成金になりました。あ、授業料ね。授業料はい。あ、なるほど。うん、まあ何かしたわけでも多分ないんですけど。来ないし。来ないし。まあ、で、まあその間ライブハウスにはよくうん、遊びに行ってたんだ。ライブハウスにはやっぱいましてずっと。え、それはどことかが多いんです。ラママでしたね、ほとんど。あ、ラママ。うん。 でまあ、こんな感じなんで、まあ、なんか手伝わされるさっきの坊やみたいな感じに戻るんですけど、うん、そういうことやってたらあなんか仲良くなってな仲良くなっていうか、ん、お前ちょっとなんか機材出すの手伝ってみたいなうん、うん、なんかそういうのがどんどん増えてったら、えー、まあ音楽事務所の社長みたいな人と、うん、まあこんな感じだから仲良くなっていって。はいうん で、まあ、その時の仕事が紐だったわけですよ。仕事が紐紐紐なるほど職業でしたねでこれじゃいかんと思って、うん、なんてつうんですかねでまあ「なんか仕事ないっすかね」っつったら「うん、じゃうちの事務所来るか?で」って音楽事務所の人が言い始めまして。で そっからの仕事が社長の運転手と一緒に焼肉を食う係だったんですけどそれ1年ぐらいやりましてそれが大手に大手の事務所に入っちゃうんですよその事務所が吸収される、うん、でその時にその社長と「Q ちゃんこのままだったらなんか焼肉を食うだけじゃ お金が払えなくなっちゃうからちゃんと仕事しないとダメになっちゃうよって言われて <laughs> そうだねうんじゃあちょっと考えますっつってそう, <ん S 2> うんちゃんと制作やるか舞台監督みたいになるかみたいな話になってうんなちょっともうちょっとブラブラしますって行った時に行って3日後ぐらいにまあ当時だったんですけどポケベルが鳴りましてその時に知り合ってたローディーの人が。 ちょっとツアー回んないって言われて、うん、ギターのチューニングもできませんよって言ったら大丈夫全部教えるからっつって、うん、あそっかそっからですねチューニングできないところから始めたんだなもできないじゃあもうその誘ってくれた人がいなかったらうん、うん、だよねそうだねねうん、うん、で、その現場行ったらその人いないんですよいないのか、うん、あーお前かーって言われて <laughs> えっちょねえって言って。 この,紙のトーリンがやってっつって一番上の弦みたいなこれはい、e、いに合わせますみたいなとりあえずそれをずっとやろうってずっとやれって渡されたやつを全部やれって言てでそってままそれがまあちゃんとしたツアーだったんですよ今考えたら<ー>じゃあローディさんになろうって言って目指したっていうわけではないんだないですねそっか そのまま言ってたら焼肉を食べるだけじゃなくて焼肉のブロックを切り分ける人になってた可能性もあるあるよねタレをを仕込んだりね焼肉屋になってた可能性が焼肉の肉を運ぶ人がするんで食ってるだけじゃ駄目だよ作る方にパターンいろいろあったけどその人からのポケベルが鳴らなければああそうなんですよね。ポケベルっていう言葉久しぶりに私も今すごい久々言った単語として発したあのな。 なんか数字で、なんか文章みたいなの分かっ…数字打ったら文章みたいなの出てる後々あったそうだね定型文みたいなのになるやつねなんか…早よ来いとかそそうう。連絡来うみたいなあったね網羅とかね、そういうやつね懐かしいね数えてないと思うけど今まで担当したアーティス何組ぐらい担当 ででもそんんななないいじゃないですかね、がっ,っつりこうやってたっていうのうーん20はないと思うんですよ、うん、うう1 5六6じゃないですかね一番長いのはやっぱフラカンですか今、うん、そうねフラカンが2544、うん、年ぐらいですかね最近はボーディーズとかボディズ、そうですねボーディーズ トラー仕事は、ね、あの人の代わりの仕事でしたらちょこちょこいろんなとこには行ってるんですが新規、うん、開拓はしてませんね、<laughs> なんかそういえば。ね、でもこれってさその仕事を頼まれなかったらない仕事じゃん,なんです。 一番忙しかったのってさ、はい、例えば、まあ、まあち,ょっとちょっと最近コロナとかでさ、仕事がな,な,なくなったりする時代あったじゃんか、どのぐらい前が一番忙しかったの2010年過ぎぐらいじゃないですかね、たぶん。<分>それってフェスとか、うん、んってことそうですね、一 <laughs> 日に5現場とかだったもんな、ん<ー>フェス。お そそれれははどんなフフフェェェススああスだうん、うん、朝一から行って最後まで、うん、恐ろしいご現場<な>よくそれ行けたね逆に <laughs> だから仕込みとか楽器を下ろす時とかやっぱ間に合わないので違う人に行ってもらってセッティングから本番はやって片付けもなんとなく。 違う人に会っだから片付けてる最中にも隣のステージに行かないとダメだとかそうなる,ね,なるよね。かぶっちゃうもんねそのセッティングとね撤収の時と。うん、でもあれフェスの時のさローディーさん同士のさこうなんつうの協力試合具合。 あれ、いいよね自分の仕事じゃないんだけど手伝ってもらったから手伝い返すみたいな全員でやるみたいなあよねるあやって先輩後輩で鍛えられていくんだなっていうのもかるよねなかなか今までってさローディーさんが一堂に会することってなかったわけじゃないですかフェスとかがないだからすごい なんかレアケースレアレアな絵を見てるんだろうなっていう結局体育会系みたいなのになっちゃうんでうん、うん、運動部ですよね。うんうん、なんその間にシュークリーム買ってこいとか誰か言い始めたりとかしててねハムハム串 <laughs> 持ってこいとかね今多いよねあるあるいやでもいいよなと思ってあれ見てると。 あと先輩になればなるほどなんかみんなが手伝いに行ってお前ら邪魔だって言われるのを笑いに行くっていうのとかそれはあるな楽しそうな感じ楽しそうだよね笑いながらやってていいよねあれは楽しいですよねああいうのが祭りだって感じで俺たちが主役だぐらい思ってたりしますからね。そいいいじゃなですかうだね本当に 場面場面ででもそうだもんなまあまあまあィーになりたいという人がですねはいまずまずどうしたらいいと思います <laughs> 最近多いのは専門学校のあ<ー>なんかいろんなつてで学生が何人か来て、うん、この人は PA やりたいですこの人は署名やりたいです、はいはい、みたいな感じで。 ちょっと申し訳ないですけど相手してもらっていいですかみたいなうん、うん、でやっぱでもローディーになりたい子はい少ないんですが、うん、最終的にそのまま会社入っちゃったりとかにはなってって、うん、ローディー会社さんにローディー会社に、うん、なり今は多分そっちが主流なのかなとは思いますねだっていきなりそうだよねフリーランスにな,りなるっつったってさ、うん あのね、つだから、ね、まあねそれこそバンドの付き人から一緒に付き人っていうか、うん、そのまま付き人もついてってメジャーに行くってバンドも今少ないと思うんでそうだね今となっては考えられないような話だけどさやっぱ30年前とか40年前とかはさ、うん 給料一銭も入れませんから僕を使ってくださいっていう若者がさいや多かったい,か <laughs> いきなりさ <laughs> 楽屋に現れてさそっかみたいなさ <laughs> ありましたねご飯は食べれるみたいなあ, <laughs> あいやもう完全そう, <laughs> うんあんな,な何人もういないもんね <laughs> いないですね<笑><笑>いないでしょうな <laughs> ああでも知り合いのバンドに一人いますねほん <laughs> 最近 <laughs> 最近ってでもその子も三十ぐらいなんで、うん なんか専門学校っていう道があるから多分やりたいっていう人は多分そっち行くでしょうしなるほど、うん、まあそうだよねローディー化みたいのもあったりするんう、ねうん、今あるのかなローディー化って確か昔はあったらしいんですけど、うん、やっぱ成りなり手少ないはずなんで、うんうん、そうだよねそうそうあとはみんなフェスのバイトしてる人たちが、うん。うん なんかいい感じの子だったらでや,やる気がある子だったらやってみるみたいな感じで引っ張ってくる人は多いですかねでもねフェスのバイトで来てくれるのはあの音楽の専門学校の子たちが、ね、来てくれたりとか、ねうん、多いもんね、うん、そういうそっかそうそうご縁もあったりするわけだそっちが多いですかね今多分ちなみにライブがある一日の流れって多分 Q 太郎バージョン、まあ、どんな感じなんですか ライブハウスですと、うん、まあ大体6時間半前に入るんですよ。本番の。6時間以上であれば、はい、まあ12時に入るということですね。すね搬入して、まあ、メンバーの立つ場所決めて、うん、まあセッティングしながらうん、うん、いろいろ、まあ、機材壊れてないかっていうか、うん、音でっかなみたいなチェックして。 まあフラカンバージョンだとそこから PA さんと打ち合わせて、うん、あのその後照明さんとこここうやってくださいみたいな話してリハやりながらだいたい外と聞くみたいなそういうパターンですかね、うん。それキューちゃんが外と聞いたりしてるの？まあフラカンバージョンだとね。フラカンバージョン、うん。他の。 これ多分一般手じゃないないまあなお他 <の S 2>、まあ。他の現場だとマネージャーさんとかが、ね、まあやってくれるんで基本ステージで、うん、あの PA さんと音これで大丈夫みたいなうん、うん、会場によって音の響き方違うのでうん、うん、もうちょっと高いところを上げてくれとか、うん、そういう話をメンバーとしつつ、うん、で問題なければそのまま。 まあ、リハ終わりまで進めていってうん、うん、で本番に臨む、うん、そして撤収そう、ね、って感じですかねリハと本番の間に弁当食べたりしないそうですね弁当は大事ですね <laughs> でもリハ前に食べたりしますね<ー>本番前に食べるとなんか眠くなっちゃったりすることあるんで本番前あんま食わないようにしつつ <laughs> <laughs> その後 本全部終わって酒飲むっていうパターンですかねそうね本番終わるとさなんかさ、うん 六時間前にわざわざ階段を下ろしたものをまた上げるじゃんそう、ね、あれなんだろうねあれが日常なんですよ、ね、それはね考えちゃダメだって思っても言ってますねちょっとした引っ越し毎日してる感じじゃんね。さっき頑張って並べた、ね、車から下ろしてさ並べたやつをさま,またしまうの <laughs> 巻き戻しですからね完全にデジャヴっていう <laughs> ええそ言っちゃいけませんよねももうう広げっぱなしで次の日のバンドがそれ松の葉ま使えばいいんじゃないや昔考えたことあるんですよそういうの自分のだからでもそういう時は面倒くさいことをやるのが仕事って思いながら生きてますねそれが俺の仕事だとはいセッティングして片付けるそうなんだよね家は片付かないっていう家片付かないの全く片付かないですね ローディーとかそういう技術なんか目が好きじゃないなんかああはいブツみたいなか動かないものですね動かないものに興味を持ち始めますからね動かないものっていうか無機質っていうかまあ機械いじりですよねんか別に自分が一生使うこともないエフェクターがゴロゴロあったりしないありますねあとんか変なタイヤ買ってなかった いや関係ななのモーターがついてるタイヤ1個だけ買ってなんか間違えて買ったとか言ってるんだけど <laughs> 電動キックボードを買ったんですけどこれはいいなって酔っ払って買ったんですけどあの日届いたらタイヤ1個しか届かなくてモーターついてるんですよすごい強いモーターがついててよくよく見たら電動キックボードのパーツだったんですよそれ。 それだけあっても何の役に立たないやつこれをバッテリーつなげてんか面白い乗り物を作ってみようかという話はよよくしてますねいかにこれを有効活用するかっていうのをすぐ男の子っぽいよね。ねっ、目数き。家にこれぐらいの家にタイヤが1個だけ転がっててそれ見るたびに笑っちゃうんですよ、今でも。買ったの年らい前なんですってポチっちゃいかんなそう ローィーの仕事をやってて、はい、ちなみに失敗した経験ってなんかある失敗ありますよ、うん、一番ひどかったのが、うん、どっかのすごい大きい会場で、うん、本番中にステージが暗くなってる時に、うん、ギターの人に呼ばれて、うんうん、なんか呼ばれたから走ってくじゃないですか。うん そしたらそれがアーティスト出るタイミングと一緒で俺がばって出たら俺に照明ががんって当たって客がすごい盛り上がるっていうのはありましたね <laughs> ちなみにそれ声優のイベントで盛り上がって見たもののあれは違うっていうの引っ込みがつかないよね それどう収めたんですか。知らないふり。あの、すうっと。そうしたら、武漢が一ヶ月てとなってて。照明が降って消えて、その後、ね、声優さんが、わーつって出てきましたことなきを。何事もなかったようにね。なんかね、舞台監督として、大抵怒鳴りがちだよね。まあ、そう、そうですね。大体怒鳴ってますからね。なんかね。なんだ、これね。やっぱ監督だからかな。監督って怒鳴るイメージある。なんか、そう。あれ、なんか。 自分がわざと悪者になってスタッフを一つにまとめるみたいな言う人いましたね,、うん、技だねじゃあねあなるほどって思ったことあってスタッフ同士はね一人悪者いたら団結するじゃないですかああなるほどそれ僕の先輩がやっててアリーナツアーとかでまあ意味もなく楽屋に呼ばれて意味もなく怒鳴るけどお前はとりあえず大きい声ですいませんでしたっつって走ってこいって <laughs> 演出か。そうそう。それやってたら本当みんなまとまるんですよ。がって。ええ。聞いたら大丈夫かみたいな感じ。そう。でスタッフとしてもいやあそこのチーフうるさいだろお前のところみたいなこと言われてあそういうやり方あるんだと思これちょっとため。それは違うんなんかね。ためになったのと。あるよね。でも確かにそういうやり方もあるよね。あるね。ローディの仕事でね。はい。いやあの後輩にですね何か言うとしたら一番大切なことで何ですか。 <laughs> 横のつながりというか結局どこから仕事来ても助けてもらえるのは友達というか知り合いというか同僚ではあるので本当、友達を作った方がいいのかなっていう横のつながりで友達をたくさん作りなさい。 っていいうのが多でですかかね,ねなんか相談もできるしそうだよねあとその自分が行け,けない現場にさ、はい、代わりの人を出すっていう時の、うん、その代わりの人が優秀かどうかで九太郎が優秀かどうか見られる時あるじゃないありますねそういうネットワークは大事だよね何、うん、かそうなんですよ。結局なんかね誰かが助けてくれないと成り立たない仕事ではあると思いますので。 そう思います、ねはい、近々行われる秋太郎さん担当アーティストのライブは、はい。なんすか。えっと9月23日に日比谷野外音楽堂でフラワーカンパニーズのライブが5年ぶりにあります。うん。なるほど。5年ぶりだ。はい。あ、なるほど。え、あ、ヤオンだ5年ぶりってことだよね。ヤオンやるのが5年ぶりですね。はい。なるほどなるほど。へえ。いいっすねヤオン。うん。 ちょっと涼しくなってるといいね。ねえねえ。九 <laughs> <え> <laughs> 月末ねどうかな。<laughs> まあ、もしくは雨バンドなので。なるほど。っていうのがちょっとありますね。まあでも頑張っていこうかなと思います。すはい。はい。U K P ラジオ。藤太郎さんが話しておきたいテーマがあるそうな、はい。ああそうですね。はい。うん 最近ちょっとですねあのちっちゃいイベントがすごい多くて村おこしみたいなイベントというかフェス、ね、フェスと言えるのかみたいなちょっと制作関わらざるを得ない時とかもあるんですけどその時に思ったんですがえと事務所側からとアーティスト側からであのこのイベントはちょっと出たいなって。 っていうポイントがあったら教えてもらいたいなと思いまして出たいというかやってもいいかなっていうその辺のちょっと呼んでいいのか分からないっていうのもありましてあのアーティストをん、うん、呼んでいいか分からないっていうか呼ぶことによってなんか向こうメリットがないとだめだと思うんですよ。 それがちょっとよくくわからなくなりまして僕の方で、うんうん、楽しいだけじゃダメなのかなって思ってたんですけどなんだろうねこれは出たいと思えるポイント、うん、で、まあまあ真面目な話だとちょっと後立,後立ちっぽくなるけど、うん、この人とこの人はいますよ っていうがあると出やすいよあでももう「もう曽我部君は決まってますよ」とか「フラカンは決まってますよ」っていうと「あそっかじゃあじゃあポリシックスもありだよね」とか何にもないところゼロからだと「他友達いなかったらどうしよう」みたいなさんかイベントの雰囲気は見えないもんね確かにね。だからが個あれば あとはあれかな、なんか来てよかったって思うのは、なんかロケーションもそうだし、なんか,あのなんかそ,うそういうさ、村おこしフェスみたいなところでさ、ええ、その地元で採れた野菜とか、うん、<laughs> あれ、うん、あれ結構うまかったりするて、うん、本当は買えばさ、<laughs> うん、1>, 1万円もしないようなもんなんだけど、でも、あこの大根、大根うまいっすねみたいな、い <laughs> の,の割と思い出に残る。 まあ確かにシーンと、うん、イベントのシーンと地元ならではっていうのは確かにでかいですね。と端っこでさ、すっごいこう、なんていうかな平坦な広いとこですっごいちっちゃい DJ ブースとか <laughs> 多分、うん、<laughs> なんかチルできる感じよね。多分、見る人が見るとえこんな感じ、こんなちっちゃい音でさ、<laughs> こんな刻んで。 でも案外そこ楽しかったりする,するんだよねビール飲みながらな<う>みたいな、うん、だからまあ出演料とかは別に行って帰って損しなかったらいいよくてで楽しかったらいいなみたいなそれなんかそれ毎年やってるとなんか始まったりする、ね、そうだねうん毎年や,やってるっていうのはやっぱでかいねうんそうね、んうん なるほどすごい参考になりましたいや本当に今わーってすごい思ったなんかあそこのおばあちゃんが作ったさ豚汁また食いに行きたいなある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 ね本当にあるねそういうのはやっぱそうなんですねそうです。参考になったら嬉しいすごい参考になりましたありがとうございますいいやいいや 今後やってみたいことや夢などありますか仕事だけでなくプライベートでもプライベートは船長さんですね船長さん船の免許取って免許取るそれ海の海の海ですねうんいいですねそう何何級から取るの後輩が一級取ったんで 簡単っすよって言われたんで、じゃあ俺もやってみよう。なんか男の子っぽいね、船の免許ってね。なんかね、別に何か目的はないんですよね。免許取るの好きな人とかそういうわけじゃないよね。違いますね。フォークリフトとか持ってない。持ってない。いらないね。でもちょっと船はいいな。でもなんかいいっすね。夢っぽい。でもすごい夢だよね。ね。ふ船か船あったらさ船。 繋いどく場所必要だもんねかって買いはしないですよねレンタルはできるもんねレンタルボートがあるんで結構あるんですよ全国いいですねぜひあの免許取ったら乗せてくださいわかりましたはい。北海道じゃ今度バイクじゃなくて船で行けるかもよ船長になったら行けるかもしれないねそうかね、夢広がんで青森からでも一回グアムで 港にいたら日本のこっちのヨットとかいて、うん、だから一周してる人ってかなり多い、ねえー、世界一周してる人ってすごい多いみたいで、うん、地味に、うん、なんかそういうのできるんだろうなと思ってます仕事だと、ね、まあ好きなバンドの近くにいて、うん、なんか手伝って褒められたいっていうのが。 僕の夢ですかね <laughs> <laughs> 褒められたいはいいね <laughs> 褒められたいで多分仕事してると思います、うん、それがじゃあずっと続くことはい、良かったですねそう思います、はい <laughs> そんなこんなでですね、はいえー、ローディの木村イタルさん、キュー太郎さんをお迎えしてお送りした UKP ラジオも、そろそろお別れの時間です。はい、ありがとうございます。いかがでしたかいやー、すごい楽しかったん、ね、で。ほん<本当> <laughs> <laughs> このまま飲みに行きたいみたいな。い <laughs> そうね。いやこんな真面目にキューちゃんの話をじっくり聞くことってなかなかなかったので。そうだね。はい。 そうだね。新鮮な感じですありがとうございますありがとうございましたこちらこそ<や>えー、皆様からの感想もお待ちしていますハッシュタグ ukp ラジオをつけてつぶやいてください ukp ラジオの twitter アカウントもありますぜひこちらもフォローお願いしますそして ukp ラジオのメッセージフォームも解説していますこちらでは今後来てほしいアーティストやトークテーマなどを募集しています UKP ラジオのツイッタートップに固定ツイートしておりますのでそのリンクから送ってくださいお待ちしてますお待ちしてます、はい、UKP ラジオは UK プロジェクト遠藤光一とポリシックスふみがお送りしました